アルベルト・ヌーニエス・フェイホーは、スペイン・オーレンセ兼オーレンセ出身の政治家、国民党所属、2009年からガリシア州首相を務めている。1961年9月10日、ガリシア地方のオーレンセ兼、オーレンセに生まれた。父親は工事現場監督のサトゥルニーノ・ヌーニエス、母親はシラ・フェイホーである。高校卒業までをオーレンセで過ごし、 サンティアゴでコンポステーラ大学に進学して法学を学んだ。1985年からはガリシア州政府で公務員として働いた。1996年スペイン議会総選挙後に国民党のホセマリア・アスナールがスペイン首相に就任するとガリシア州出身のロマエ・ベックカリーアが健康大臣に就任し、ベックカリーアによって国民健康機関の長官に任命された。 これを機に、ガリシア州からマドリードに移り、2000年には、郵便、電信公社の社長に就任した。2003年には、ガリシア州に戻り、マヌエル・フラガイリバルネガリシア州首相の下で、域内政策、公共事業、住宅担当大臣に就任した。2004年9月には、ガリシア州政府第一副首相に就任した。2005年6月、国民党から、 ガリシア州議会選挙に出馬して初当選した。国民党は75議席中37議席を獲得して第一党となったが、過半数の38議席にはわずかに及ばなかった。州首相指名投票では、ガリシア社会主義者党とガリシア民族主義ブロックが協力したことで、ガリシア社会主義者党のエミリオペレス・トーリーニョが州首相に就任し、 国民党は野党に転落した。これを機に、党内構想が起こると、2006年には、マヌエル・フラガイ・イレバルネの公認として、国民党ガリシア州支部の支部長に就任した。2009年3月のガリシア州議会選挙には、国民党の筆頭候補として臨んだ。国民党は75議席中過半数の38議席を獲得して第一党となり、4月18日に、 ガリシア州首相に就任した。2012年のガリシア州議会選挙では議席数を増やして41議席を獲得し、ガリシア州首相に再選された。2016年のガリシア州議会選挙でも41議席を獲得し、ガリシア州首相に再選された。2000年から2012年までジャーナリストのカルメンが見ると交際していた。 2013年からザラホームのディレクターであるエバカルデナスと交際しており、2017年2月15日には息子が誕生した。ありがとうございます。